イスタンブールの市内からバスに乗りまして、イスタンブール空港に到着です。今搭乗手続きが終わりまして、これから保安検査をして制限エリア内に入っていきたいと思います。今回は芦原航空を使いましてインチョン経由の成田行きなんですが、インチョンで滞在時間、待ち時間が9時間ぐらいあったのかな、9時間ぐらいあるんですけども、成田までのチケットをくれました。それじゃあ中入っていきたいと思います。はい、今保安検査が終わりました。これだけ保安検査の台がいっぱいあるとすごい早くて親切です。ありがたいです。もう本当にこういうの嬉しいですね。めちゃくちゃ広い出国ターミナルです。なんかいろんなもんがある。楽しかったトルコ旅行を後にしまして、ソウルインチョン経由で帰っていきたいと思います。おそせよ。で、安全通路用意しますよ。今回の動画はトルコイスタンブール空港から韓国インチョン空港に向かって乗った芦原航空国際線の動画です。今回の動画は主に機内食を中心とした動画になっております。離陸後しばらくすると最初の食事が出てきます。芦原航空の母国である韓国料理か洋食が出てきますが、せっかく韓国の航空会社に乗っておりますので韓国料理にしました。こちらビビンバでございます。この瀬戸物のお皿にナムルが入っておりまして、パックのご飯、それからこちらが小鉢の卵焼きとたくあんなんでしょうか、お漬物です。それに味噌汁、それから飲み物はビールをお願いしました。あとデザートのお菓子ということなんでしょうか、キットカットもついておりました。韓国の航空会社の長距離路線に乗りますと韓国料理が食べられるのですが、結構クオリティ高いです。早速ビールを飲んでいきましょうと思ったら、ちょっと凍っちゃってたみたいなんで、溢れてしまいましたんで顎が出てきまして、口をつけて飲んでおります。今日も機内のビールが凍っております。それでは気を取り直してビールを入れていきましょう。やっぱりね、飛行機の上、機内でビールを飲むと美味しく感じます。なんか空の上でビールを飲んでるような感じで、なんか好きなんですね。グッドポーズ、美味しかったです。さあ、それではビビンバを食べているところを動画に撮っていきましょう。顎と鎖骨の間にカメラを挟みまして、ビビンバを混ぜているところを映したいと思います。このパックのご飯に入っているご飯をですね、このビビンバの上に乗せまして、それでなんかね、この作り方とか、あとビビンバについての案内が入ってました。ビビンバのお皿にご飯を入れますみたいなことが書いてあるのかな。ビビンバボウルにご飯を入れてください。ごま油とコチュジャンを入れてください。スプーンや箸で混ぜてください。おかずと汁物と一緒に召し上がってください。コチュジャンは辛いのでお好みにより入れてくださいというふうに書いてありますね。で、後ろにはこのビビンバ自体の案内が書いておりまして、ビビンバはご飯、牛のひき肉、そして各種野菜で構成されたよく知られた韓国料理です。ごま油と一緒にコチュジャンを入れてビビンバの味が一層良くなります。ビビンバは健康食で世界の人々が楽しむことができます。本案内書、ちょっと読めなかったな、この編集画面の文字が小さいな、まあいいや。ということでコチュジャンを入れていきたいと思います。私、唐辛子 TV というチャンネル名でやっておりますので、辛いもの大好きなんです。いや、でもこのビビンバは本当に機内で本格的なビビンバが食べられるということで、この機内食はいいですね。インチョンからイスタンブールに行くときはまたビビンバではない韓国料理でした。それと私の動画では過去動画の中に芦原航空ビジネスクラスでインチョンから成田に帰ってきた動画でビジネスクラスのビビンバを食べた動画もありますので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。ビビンバよく混ぜて食べて、グッドポーズして、こちらの汁物、味噌汁なんでしょうかスープなんでしょうかよくわかりませんが、こちらと一緒に食べていきたいと思います。これは美味しいですね、本当に。そしてたくあんを食べていきましょう。このご飯にたくあんのこのシャキシャキ感がまた合うわけでございます。またグッドポーズして、続きまして卵焼きを食べていきたいと思います。今回サムスンって場所は韓国の航空会社で、サムスンって場所を発見しました。
今どの辺にいるのかなというのを確認しながら窓の外を見ていきましょう。昼間のフライトということで外の景色を見ながら食べていきたいと思いますが、だんだんと日が暮れてくるようでございます。さあ続きまして飲み物は赤ワインでございます。やっぱり機内で飲むお酒、これ嬉しいですね。赤ワイン飲んでビビンバを食べ進めていくということでございます。東に行く路線ですので外はだんだんと暗くなっていく、綺麗な感じの外の景色になってきました。なんかよくわかんないけどこれいっぱい売れましたね。お菓子っていうかおつまみか。これで何からも追加して、そうするとバグータシケントフィード、ロシア上空は通らずに、中央アジアの各種各国の上を通っていくようですね。トラブゾンバリエすげえなこれ。 今回の動画では特に機内の搭乗レビューなどはせず、続きまして2度目到着前の食事でございます。こちらが洋食、フルーツとデザート的なものとお水がついておりまして、こちらが私が食べた牛肉のご飯でございます。この牛肉とブロッコリー、そしてご飯が入っているという感じで、肉好きにはたまらないといった感じでしょうか。この路線はトルコから韓国ということで割と長距離路線だと思いますので、乾燥した機内でフルーツが出てくると、このフルーツがすごく美味しく感じるんです。でこちらがバナナのプリンのようでした。さあそれではこちらを食べていきたいと思います。コーヒーですね、飲み物はコーヒーを飲んでるようでございます。さあ牛肉食べましてグッドポーズ、これにブロッコリーを食べていくということなんでしょうか。間違いなくご飯が合いそうな感じですが、あ、これは一緒に行った人と交換してこちらのオムレツも食べてみようということなんでしょう。これ編集しているのはですね、帰ってきたから少し経ってしまっておりますので、あまり具体的に鮮明には覚えてませんが、一応卵で巻いてるか、卵じゃないか、これ巻いてる、あ、卵を何かで巻いてるようでございます。そしてこちらを食べてグッドポーズなんでしょうか。あ、辛いといったリアクションでございました。さあそしてこのプリン食べていきたいと思います。バナナ味のプリンのようでございます。すごいなんかとろけるような感じのプリンというふうに言っております。でがっつりと食べるというよりはですね、到着してから韓国の乗り換え時間が9時間ぐらいありまして、その間ソウルに行こうと思ってますので、あまり無理せず食べ過ぎずという感じだったんでしょう。でこの芦屋の航空の中では到着が近づいてきますと機内体操のビデオが流れます。行きの飛行機でこの機内での体操のビデオが流れた時にですね、みんなやっておりまして、あ、これはなかなかいい光景だなと思いまして、この時の様子を動画に撮っております。もちろん私もこの後やりました。やはりエコノミークラスの機内でずっと座っていると、なんとなくこう体を伸ばすとすっきりするなといった感じだったんではないでしょうか。ということでこの後韓国インチョン空港に到着でございます。ちょっと早送りで見ていただければと思います。インチョン空港は2本の滑走路がすぐ横同士の平行滑走路になっておりますので、画面右側から離陸していく飛行機を見ていただくことができます。インチョン空港です。
イスタンブールから9時間30分ぐらいフレットした。